まあ、それでは定例会見を始めます、どうぞあのこちらからは特にございませんご質問をお答えいたします。すいません、共同通信の竹田と申します。はい、本日あの特定秘密保護法の運用をチェックする情報監視審査会の委員が選任されましたけれども、まあ、本来でしたら、昨年のうちにというものが表になったということで、まずあの選任されたことについてどうお考えですか。あの今度の機構というのはですね、まあ、いわばあの秘密法体制に国会を組み込むというものであって、あの私たちは設置そのものにね、あの反対です。あの秘密保護法制全体があの違憲の立法だと、国民の名義に口を塞ぐね、あの憲法違反の立法だという立場に立ったんですから、それを国会、そういう体制に国会を組み込むというね、こと自体に私たちは反対だと。しかも、あの実効あるチェックにもならないという問題もあります。そういたします。そうすると、あの参院の方でこれから動き出しますけれども、あの参院の方でも共産党さんから委員に出されるということにはならないので。これはあのよく相談していきたいと思うんですけども、あの設置に反対という立場は変わりません。その上でどういう対応するかね、これよく相談していきたいと思います。あの、まあ、今日、予算委員会の中でも他党から追及ありましたけれども、下野文部科学大臣 の, あの、まあ献金問題についてはあのどのように、ね、党としないといけないかとか、あの今の段階でですね、提起されている疑惑に対してきちんと、下村大臣の方で、国民に対する説明責任をきちんと果たすべきだと思います。特にあの白友会という組織はですね、任意団体と説明しているわけでありますけれども、その実態がどうなっているのかと、で、まあ、政治団体としての実態がある、のかないのかね。さらにはですね、いわゆるお金の力で文部科学行政が歪められているという事実があるのかないのか、そこら辺はですね、きちんと国民に納得のいく説明が必要だと思います。はい、そういう意味で共産党としてはどういうふうに今後ですね、この問題について向かい合っていくんですか。この問題、私たちとしてはもうかねて下村大臣の政治と関係に関わる問題については新聞赤旗などでも取り上げてまいりました。ですから事態の推移をよく見定めてね、国会でも必要な対応していきたいと思っております。ご遺書設置法案の対応、あれは法案が出され閣議決定されてから法案の対応としてはね、そのようにしたいと思いますけれども、まあ、全体の方向はね、やはり憲法66条のいわゆるシビリアンコントロール、文民統制という大きな枠があるんですね。そういう大きな枠の下で、これまでの文官統制ということで、背広組が制服組をコントロールするという枠があったんですよ。でそれをですね、事実上外してしまってね、そして統合幕僚長が、まあ、直にですね、作戦などの問題について防衛大臣を補佐するということになるわけですから、まあ、制服組がですね、前面に出て、自衛隊の運用をやっていくことにいよいよなってくるということになりますとね、やっぱりこれはシビリアンコントロールを掘り崩す非常に危険な方向だと思います。そしてこの方向というのは今安倍政権が進めている集団的自衛権行使容認の閣議決定の具体化という方向ですね。私たち海外で戦争する国づくりだと批判しておりますが、そういうですね、危険な方向に自衛隊を持っていくと、自衛隊を海外で戦争する軍隊にしていくと、その上でですね、よりですね、効率的な体制をね、作り上げていこうというものでもあって、こういう方向は本当に危険な方向だと考えています。よく閣議決定出た段階でね、
精査して私たちの対応を出したいと思いますが、現時点ではそういうことを述べてきております。ありますでしょうか。いいですか。はい、どうもありがとうございました。